辺境の地に隠れ住むマイクロンどもは我が軍に多大な損害を与え、さらに憂慮すべき状況を作り出しておる。これ以上の混乱を我がゼントラーディ軍が受けることは非常に危険である。我々はマイクロンどもの母性と諸悪の根源であるマクロス艦を消去せねばならん。機関艦隊全体で攻撃に当たれ。何ですと？それはまことで。はは。すると我が艦隊は、わかりました。マクロスだけでも地球を脱出しませんかな。マクロスに地球を見捨てろと？さよう。それは受け入れられん。マクロスは地球統合軍に所属する戦艦である以上。いや、当然の返答ですな。ならば我が艦隊の脱出が難しい以上、共通の敵に立ち向かうことになりますな。何？それは？機関艦隊がこの星系に向かったとの情報が今入りましたわい。機関艦隊が？479万122隻の戦闘艦を要するボドル機関艦隊、とうとう動きおった。覚悟を決めねばならんようだな。地球が生き残るかどうかは運を天に任せるしかないが、できる限りのことは。冗談じゃない。500万の敵なんてもう終わりだ。こんなことになるなんて。ミリア、死ぬかもしれないぞ。マックス、お前と一緒に、それも戦の中で死ねるなんて最高だ。一緒か。最後ではない。え、何？マクロスはたった一隻で我々と戦ってきたではないか。勝つ保証はないが戦い方はある。まず分岐艦隊では機関が沈められた場合、自動的に撤退処置を取る命令が出されていることが多い。そしてもう一つ。もう一つ？もう一つはベルナル級、すなわち上位3ランクまでの分岐艦隊機関にのみしか別の機関艦隊のポジションを知らされていない。なるほど。つまり蛇の頭を潰すのか。それだけでも重戦闘艦が2000隻を越しますがな。480万を相手に地球と1000隻でやってみますかな。エキセドル記録さんも。プロトカルチャーに毒された我が艦隊の総意がこうなってしもうた。民明さん、あなたの歌で我々は根底から変えられてしまいましたわい。え、あの、私もはや避けることのできぬ機関艦隊との戦いは激烈なものになるでありましょう。再びあなたの歌を聴いて感動することができなくなるかもしれん。民明さん、今ここで歌って聞かせてはもらえませんかな。はい。デフォールド反応多数。私は行くぞ。デフォールドと思われる重力異常と発光現象を多数確認。反応増大しつつあり。
強すぎて計測できません。デフォルト反応、計測限界を突破。おお、機関艦隊が。デフォールド反応、さらに増大中。メンテナンスブロック、収容急げ。グラビティコントローラー、レベル 8.9。 敵艦隊、艦影400万を突破。グランドキャノン、臨界まであと300秒。400万の大艦隊か。勝てますかな、グランドキャノンで。敵艦隊とはまだ交信できないのか。何度も呼びかけましたが、未だ応答はありません。やはり戦うしかあるまい。全艦デフォルト完了。よろしい、まず敵本艇を叩く。全艦砲撃準備。の損害率 30%。 グランドキャノンは無事か？発射は可能です。よろしい、直ちにカウントダウンを再開しろ。了解。パワージェネレーター接続。エネルギーレベル上昇、発射2分前。エネルギーコンバーター接続。パワー臨界上昇、発射20秒前。敵惑星上に高エネルギー反応増大中。何？地球北極上空に高エネルギー反応。敵艦隊の一部が消滅していきます。消滅？最大防衛です。これはグランドキャノン。グランドキャノン、アラスカ基地が生きているんだ。